き先生はい、えー、今日はですね、えー、LGBT、LGBT についてちょっと教えていただきたいと思いますはいあ新井さんというそ総理秘書官がです、ねまあ、差別的な発言をしたということから、一気にその LGBT、まあ、LGBT っていうのはまあ性的少数者。 えー、レズビアン、ゲイ、バイセクシャル、トランスジェンダー、まあ、そ,その他、旧、えー、と言われる人たちもいるんですけれども、まあ、そういった人たちへのです、ねえー、り理解を増進するんだという法律を、えーえー、が、えー、できるかもしれないという状況にこう今なっているということですね。で、荒井秘書官の あの発言は私はもってのほかだと思うわ,わけですよ、えーまあみ。見るのも嫌だとか、あるいはこう隣に住まれるのも嫌だとか、まあそ,、はいまあ、その発言は、まあ、論外ということですよね。はいば鹿にされたりだとか、誹謗中傷を、えー、受けたりだとか、侮辱されるとか、そういうのは、まあえー、あってはならないわけでですね。 えーまあ、しかし、ですね、えーまあ、そこから、えー、理,理解増進法案につな、えー、がるということになると、まあ、ちょっとそのきょ距離がありすぎるんじゃないのかなと思うわけですね。うん、でで最近、あのーえー、いろいろと各社、世論調査をしててですね。 でそうすると、FNN、えー、N N まあまあ、フジテレビの、えー、系列です,ですが、えー、そこが、えーにえー、2月18日、19日にです、ねえー、世論調査したところ、LGBT 理解増進法案を成立させるべきというのが 64.、64.1%だとです、ね、高いですね、えー。それからそれをさらに超えてですね、 同性婚を法律で認めるべきだという、えー、認めるべきか否かということですが、えー、これもです、ね、賛成がなんと71%なんですよ71%、うん、反対は19.6%だと、はあ、でで20代に至っては同性婚を法律で認めるべきだということについて、えー、賛成が、えー、91.4% もあるんだというすごいですね。で、じゃあですね、えーまあ、そういうふうに、えーまあ、賛成というふうに答えた人たちが、果たして、えー、どれだけ内容をよく知っているのかということになりますと、まあ、甚だ、えー、おぼつかないものがあると思うんです。はい、でよ与党の中でもですね、えーまあ、この LGBT 理解増進法案については、 えー、これがで,できて不利益を守る人はいないんだから早く作れとかですね、で普段はあの政治的な発言について、抑制的な、えー、芸能人までがバンバン発言してるわけですね、はい、で同性婚がなぜダメなのかわ、えー、からないとか、まあ、そういうことを言,言っていると、まあ、まあ先ほどの20代の,、えー、の91.4%が同性婚に賛成だと。 いうことにも、まあ、関わり合いがあ,あるんだと思うんですけれども、でえー、今の岸田政権というのは、あのーまあ、若干です、ね、支持率持ち直したみたいですけれども、えー、それでもです、ねえー、支持率が、まあ、一般的には低くて、えー、世論の顔色を見ながら、まあ、運営しているところがあるわけですよね。はい えー、そのメディアなどが作り出す、えー、空気だとか雰囲気に簡単にの飲み込まれてしまうそういう,こう傾向があるわけですよ。あ<ー>でメ、メディアはもう,もう盛んにですね、えーまあ、今度の、えー、5月のお広島での G7 までに、えー、この LGBT 理解増進法案を作れたとか、あるいは同性婚を、うん。 認めろだとか、あ、そ、そんなこと、い、えー、言ってますよ。うん、だから、これ、これ、あのー、まあ一、一気に進む可能性があるんですけれども。まあ、それの内容についてですね、果たして、ど、どうな。のかということをですね、えー、まあ、お話し,したいなと。今、持ってくるわけです。あ、なるほど。はい。 念のため言っときますけれども、ですねえー、この LGBT 理解増進法案だとか、あるいは、えー、同性婚の容認について、まあ、いわゆるこう旧統一教会も反対してます。でえー、だから自民党が反対してるんじゃないかという、えー、暴論があるんですけれども。 えー、統一教会は小さな団体で、自民党における影響力は、えーまあ、極めて限定的なんですね。もっとお大きな団体なども反対してますし、あのーえー、理解増進法案については、LGBT の当事者団体の一部も反対してますよ。ああで,ですから、あのなんでもかんでも統一教会と結びつけない方が、えー、いいと思うんですね。まあ あ,のあ,あえて言いますけど、統一教会は、えー、の主張は、他の団体のあるいは他のかの、えーまあ、個人、まあた、例えば私なんかの後追いなんですよ。でか彼らの意見に、えー、みんなが引っ張られてるという,ようなことはありません。そそれでです、ねえー、そのおーですすねねの、えー、まあ 岸田首相は国会で、えー、同性婚については、えー、社会が変わってしまうというふうに発言、えー、しました、私もその通りだと、えー、思うんですけれどもあの、えー、理解増進法案ぐらいだったらいい,だ,ったらい,いだろうというような、えーえーまあ、思う向きもあるかもしれないんですけれども、いや、これですね、実際、こう制定されると、えーまあ、まさに社会が変わってしまうような。 えーまあ、極めて重要なあその、えー、内容だということですね。でこれ見えますかね、こ,うああこれ、えー、ですねな、何を書いたのかというと、ですね理解増進法案というのは、えーまあ、約2年前ですね、えー、約2年前に、一度、あの超党派で、えー、法案がの原案ができて、 しかし、自民党の中で反対論が相次いだので、結局、えー、国会に上庭しないまま、お蔵入りにな,なってるわけですよ。で,でな、何が問題だったのかということなんですけれども、えーまあ、実は、えー、私もそこのです、ね、理屈付けのところに、えー、かかったもんですから、あのーえーまあ、説明できるんですけれども、1、まあ、つはですね、その法案の中に、 その性的嗜好または性自認に関わらずという文言が入っていると。もう一つは性的指向及び性自認を理由とする差別は許されないという文言が入っているということですね。でえー、性的嗜好というのはですね、えー、男女のうちの、えーえーだえー、だ誰にですね、えー、そのこう自分の そのえー、性欲のです、ねえー、対象が向くのかということを言っていいうのが、まあ、性的思考です、えー。男が好きなのか、女が好きなのかということですね。で、えー、でこのです、ね、性的思考ですが、えーあの、圧倒的多数の人は、えー、異性愛ですね、えー。男性であれば女性に向く、女性であれば男性に向くんですけれども、えーご、ごく一部の人の中に、 えー、同性に向くという同性愛の人がいるわけですね。はいえー、それから、えー、男女どちらにも向くというですね、えー、両性愛、えーうん、という人もいるわけですね、うんまあバ。バイセクシャルというやつですね。はいはい、それから、えーえー、どちらにも向かないというですね、えー、無,無性愛という人も、えー、いるようなんです。 うんうん、そういうのを性的思考というわけですね。それからその性自認というのは自分が、えー、男であるのか女であるのかの自認です。<laughs> えーまあ、それは、えー、自分がですね、えーえーまあ、あの生物学的には、えー、男女しか存在しなくて、えー、男に生まれたら、えー、性自認は男なんですけども。 えー、女に生まれると、性自認も女なんですね。でそれが、えー、まあ、まあ、これも少数ながらですね、えー、男に生まれてるんですけれども、性自認が女性の人がいるわけですね。えー、女に生まれながらも、性自認が男性の人がいるわけですね。まあ、こ,ういうこれが性自認の問題です。で問題は、その、えー、この理解増進法案の中に、 その性的思考または政治認に関わらずという文言が入っている。これはどういうことなのかというと、一つは、すべての性的思考を同じ価値だというふうにみなさなければいけないということです。<ー>ですね、それから、政治認に関わらずというのは、これは本人がですね、えー、女性だというふうにこう、えー、認識して、それを主張すれば、えー、どんな見た目であろうがですね、えー まあそれを、えー、認めなければならないということです。それはやっぱりあの、まあ、世界なんかでも事件が起き,起きてるでしょうけども、はい、あのかなりあのややこしい問題になってきますねややこしくてデ,デリケートな問題でですね、うん、ででこのですね性的指向および性自認を理由とする差別は許されないということになりますと。 すべ、えー、ての性的嗜好を同じ価値として見なさなければならない。それから、本人の性自認を、えー、100%受け入れな,なければならない。そうしなければですね、えー、差別となるということですね。で、そうなると、えー、一体ど,どういうことが起きるのかということですね。で、えー、この理解増進法案というのはい、いわゆる理念法でしてですね、 えーまあ、あのそのですね、えー、LGBT に対するその、えー、理,理解を増進しようというです、ねえーえー、目的とか目標とか、えー、そういうものを掲げるものなんですけれども、この、えー、理念法ができると、必ずそれをです、ねえー、具体化する法律がその後にすぐ、えー、作られるわけですね。 えこの理念法である理解増進法というのはですね、えー、その具体化の入り口になるわけですね。で性的あらゆる性的思考を同じ価値に見なすということになると、それは当然ですね、えー、ど同性婚に行き着くわけですよ。うん、であの、えーどえー、同性婚ですね。あのえーまあい 一般のですね、だ男女の、えー、結婚と、えー、ですね、えー、同性婚は、これ、決定的な違いがあるわけですね。これはその,、まあ、その前に、ですね、えー、結婚というものについて、まあ、法律上婚姻というふうに言ってますけれども、これをですね、えー、この愛し合う、えー、当事者が、えー、共同生活をすることだという理解が一般にあるんですけれども、 それは違うんですね、えー、法律上の,その婚姻あるいは婚姻制度というのは男女がです、ね、子供を産み育てるためにです、ねえー、こう永続的な、えー、共同生活を行ってです、ね、でそれを法的に保護する、えー、そういったこう制度だ というふうに、まあ、理解するのがです、ねえーまあ、一般的というか、えーまあ、少なくとも、えー、民法学の、えー、通説なんですね。ああ、憲法でもそうですよね。両性、えー、でないと結婚できないということですもんね。そう,そういうことです。えー、だ,だからその婚姻,から婚姻はです、ねえー、男女のものに限定しているわけです。はい それはその憲法の文言にも、両性の合意というふうに、24条に言っておりますし、その後夫婦という言葉がも出てきますから、男女を想定しているということですね。これをですね同性婚というところに広げていくと、この婚姻制度自体をですね根本的に、 見直し、立て直さなければならなくな,なるわけですね。これはものすごく大掛かりなことにな,なるわけですよ。それからあの、えー、同性間では、えー、自然には子供ができませんから、ですね。そういった意味で、ですね、えーまあ、同性カップルと法律上の婚姻は、えー、別物として扱うべきなんですけれども、ですね。 同性婚ということになってくると、同性カップルの関係のみならず、ですね、えー、そこに子供を設けるケースが出てくるわけです。しかし、自然には子供ができません。そうすると、はい、第三者の精、えー、子とか卵子の提供を受けて子供を、えー、産む、うんうん、ということになるわけですね。そうですね でえーまあ、これ、海外でいろいろ例がありますけれどもです、ねえー、その子どもが将来です、ねえー、自分の、えー、生物学上の、えー、父とか母を、えー、知りたいという、まあ、そういうです、ねえー、気持ちになる、まあ、いわゆるこう、えー、出,出自を知る権利という、まあ、これまた、えー、極めてデ,デリケートな問題が,が出てくるとかですね。 あるいは、えー、養子ですね。養子を迎えて子供を育てると。でこれ、えー、アメリカで、えーまあ、そのおいろいろと問題にもな,なったケースですけれども、ゲ、え、イ、ー、のカップルですね、男性同性愛者が、えー、女の子を育てるというケースがあるわけですよ。これですね、児童虐待ではないかと。 いうですね、えー、指摘も、まあ、あると、まあ、アメリカではすでにあ,あったということですね。それから、えーよよえー、こ親戚や他人の子供の養子を育てるということだけではなくて、えー、片方の子、えー、連れ子ですね。まあまあ、つまりですね、えー、い異性愛で、えー、その異性と結婚して。 時に設けた子供をです、ねえー、同性カップルで育てるというケースがあるんですけれども、まあ、これもです、ねえーえー、子どものです、ねえー、生育か環境として果たしてど,どうなのかという指摘が、まあ、専門家の中からはあるようで、まあ、つまり、えー、子どもの福祉という点においてですね、 同性カップルの子育てというのはいかがなものなのかという、まあ、指摘があるわけです。まあ、もちろんその、えーまあ、いろんな研究があってですね、えー、カナダの研究では、えー、同性カップルが育てても、えー、異性カップルが育てても、それはあんまり関係ないんだという指摘もあるんですけれども、まあ、一方で、いやいやその、えー、そこには決定的なその、えー、違いがあるんだとです、ねえー。同性カップルに育てられた、えー、子どもについては、 ですねえー、やはりその福祉の面で問題があるんじゃないのかというようなそういう指摘もありですねここらの合意がまだで,できてないというようなことですね、えー、それからその、えー、あらゆる性的思考を同じ価値として見なすということになってくると、えー、これはですね例えば、えー、教育の場面においてですね、えー、同性愛の、えー、について その性的行為も含めて、えー、小学校の低学年とか、えー、幼稚園段階から、えー、ノーマルなものとして、えー、教えなければならないと、男女のすね、えー、その異性愛と、えー、同じ価値のものとして教えていくっていうことですね。うん。カナダあたりは、はい、先生あの。 さまざ、あ、まな問題が出てるわけですね、もうすでにね。はい、A、でなのに、その LGBT 法案というのが、ですねあの、まあ、高い賛成が高い数字を出てるということは、皆さん、まだそこまで理解してないということですね,そう,ですねそういった意味での理,理解増進が必要なんですけれども、この法案に対する理解増進が必要なんですけれども。うん えー、一度もこう詰めて考えたことがな,な,ないわけですよ。な,な,なんかその雰囲気にですね、えー、まの飲まれているというと、ま、失礼かもしれませんけれども、ま、空気とか、えー、雰囲気とか、ま、それに乗、まえー、っかってということなんですけれどもですね。えー、であのせ政治人のことで言うとですね えー、本人の性自認を100%認めなければならなければ差別だということになるとです、ね、まあ、これと、とりわけあの、えー、トランス女性という、ですね、えーはい、つまり生まれつきは男性なんですけども、性自認が女性だという人たち、えー、<ん>この扱いが、まあえー、結構厄介なんですよね。 うんまあまあ、つ,つまり、えー、このです、ね、み見た目はあのもうどうでもいいんですよ。えー、自分が、えー、女性だと、えー、認識していれば、女性として扱わなければならないわけですよ。つまりです、ね、女性専用の、えー、エリアとかスペースがありますよね。まあ、女ぶりも行っちゃうわけですね。け、えー、けちゃうわでですすねね実際アメリカか カリフォルニアでは、ですね、えー、女性の、えー、サウナにですね、えー、男性が入ったと。ですね、えー、し,かしかもだ男性駅を露出したままは入ってきたわけですね、その、えー、サウナの中に。ですねで、えー女。女性客が、まあ、それは、えーなんかこうえー、6歳の子供を持つお母さんだったらしいんですけれども、店側に抗議したら、逆に店側から怒られたわけですよ。 えーまあ、つまり、差別を禁止している州法に反してると、カリフォルニア州法に反してますよと、あなたの、えー、言い分はということで、<ー>逆にそのです、ね、女,女性が、えー、非難されるわけですねどっちが差別なんですかね、ででこの極端な例と思われるかもしれませんけども、同じようなことが日本でももうすでに、えー、起きてますよ。うん え、そういったこう事件が、先日もですね、え、大阪で、ありました。ですね。で、この、このカリフォルニアのこう事件はですね。え、その。まあ、結局、その、ですね、え、女性を、え、を自傷している。え、人は、すね、え、公然わいの常習犯で。え。まあ、その、性犯罪者のリストにの、乗っかってた人だったということですね。ああ。 でそのカリフォルニア州のその、えー、州法に当たるのが、この理,理解増進法案だということですよ。そ,それに当たるんだと。なるほど、えーまあ、他はですね、えー、あの分かりやすい例ですと、えー、アメリカではですねトランス女性を、えー、女子刑務所にに収監しなければならなくなってるわけですね。あーはーはー で結果ですね、えー、女性のう受刑者を妊娠させただとか、えーで、イギリスでは、そういった事件があったので、トランス女性を、すね、えー、女性刑務所には入れないということに決めたとか、え、うん、こ転換し,してるとかですね、えー、あるいはじょ、女子スポーツ界ですね、で、トランス女性が、すね、えー女、女性のう選手をど、どんどんんちくしていくわけですね。あ,<ー>まあ、そうですよ、ね。はい 体格が違いますから、でですねそれでですね、えー、大学への推薦入学、スポーツ推薦枠に,はにをですねトランス女性に取られて、大学に進学できなかったことから、えー、州当局を、えーえー、訴えた訴えているという、ですねそういった裁判も行われてますよ。うん まあまあ、そ,その他、いろいろこうあるんですけれども、うんですねえーまあ、そういったその問題が、えー、起きますよということですね。でだ,だから、ですね、LGBT、えー、の, L T の、えー、当事者団体、特にこうレ,レズビアンの団体は反対してるわけですよ。はいはい、い。 つまり、う何なのかというと、えー、レズビアンサークルにトランス女性が私は女性だからという意味う、えー、だから、入れるろと、えー、迫ってくるわけですね。うん、で、そして、えー、私は女性が好きだからとういうことで、えーまあ、関係を、えー、求めてきたりとかすると。しかし、これももう見,見,見た目は、えー、あのもうど,どうでもいいわけですから。 ですね、女性の格好をしているわけではなくて、男性の格好をしてです、ね、しかし心は、えー、女性だという人がレズビアンの,、えー、のサークルに入ってくる、まあ、こういった問題も、えーえー、起,き起きているですね。もちろん、えー、生まれながらの女,女性たちがです、ね、女性の人権が侵害されるということで,です、ね、この理解増進法案については、 えー、反対を、えー、表明していますね。う,うん。まあでもあのさまざまなあの犯罪がですね、噴出しそうなあ感じですよね。そうですかね。まあ先生とすればこれはあのまあ反対か賛成かというとも反対のあれでしょうけれども、これどどうしどうすれば防ぐことができるんでしょうか。 んで,ですから、その冒頭に言いましたけれども、ですねあゆ、の、る、ーえー、総理秘書官の発言はひど、えー、いねというぐらいの認識なんですよ、ほとんどの人が、こういうことはあってはならないねということなんですけれども、そこの点においては、私も同じなんですけれども、ですね、このげ、えー、理解増進法案の原案。 の通りいくと、えー、さっき、えーまあ、細かく説明したようなことが、えー、起きてしまいますよということですね。で,で,ですから、そこはですね、えー、その理解増進というのであれば、えーまあまあそえー、その通りの内容でいいんじゃないのかと。まあ、つまり、差別禁止法はだめですよということですよ。あなるほど、はいえー。差別禁止法はだめですよと。それから 性的思考についてもですね、すべてをフラットに考えるということは、行き過ぎではないかと、同性愛者や、あるいは両性愛者や、そういう人たちの、もですね、包摂をしながらも、しかし、男女の婚姻、ですね結婚、これについては、合理的な根拠があるんだということで、差別的な 扱いいをしてくと差別的というのは区別するという意味ですね、それから政治についても、本人の言い分を100%認めなければ差別だとされるような社会にすることは、これはうですね理解増進ということからすると、距離があるんじゃないのかなと思うわけですね。 だらここらもですね、えー、全体のすり合わせが必要だということですよ。そういうのをな,をなくして、雰囲気で作ってしまう、あるいは当事者団体のです、ねえー、言い分を受けて作ってしまうということになると、いろんなその対立が、えー、起きてくるだろうと、えー、社会分断されますよ、まあ、実際、えー、欧米は、えー、そういうところありますから、こういうのをです、ねえーえー、導入した結果ですね。 こ実はこの、えー、理解増進法案というのは、えー、結構大掛かりな法律で、えー、ありましてです、ね、はい、何なのかというとです、ねえー、閣議決定を必要とする基本計画を,を作ることになるわけですで。内閣府の中に担当部局も置くわけです。それからです、ねえー、省庁の連絡会議も設置するというふうにあの、えー、法案には、えー、出ているわけですねああ大掛かりなんですね。 でで相談機関というのを設けると、で相談機関というのは、ですね、うん、機,能機能の仕方によっては、ですね、えー、差別をです、ねえー、追及、えー、する機関に、えー、なりかねないということですよ。その差別というのはです、ね、先ほどから言っている通り、す、え、べ、ーえー、ての性的指向を、えー、同じ価値に考えなければ差別になるということですね。 で本人の政治人を、えー、100%受け入れなければ差別になるということですね。うんうん、すかそ,そういうことがですね、すで、えー、既に岸田、えー、内閣では、えー、LGBT に関しての、えー、担当の、えー、首相補佐官を置きましたよね。はい、これ、場合によってはです、ねえー、担当の特命、ねえー、の大臣ができる可能性ありますよ。 お大きなや役所ができるわけですよ、これ,これを担当する。うんでえー、そうすると、ですね、えー、この私が今説明しているようなことでさえ、ですね、えー、差別だということで、貢献力からですね、えー、圧力かかると。こういうことですね。そうですね。 だ,だからそこは当事者も含めて、ですねみ,みんながこうです、ねえー、住みよい、えー、社会を作るべきであって、えー、と当事者も含めてですね、えー、その全体のす、えー、り合わせというのが必要だと思うんですよ。えー、G75 月までに一気に作れとか、そういうんじゃなくて、も,もっともっと丁寧なです、ね、議論を重ねてですね、えー、できるだけ多くの人たちが。 あこれだったらいいよねというところに持っていくべきであって今のままだと力技でですね、えー、反対するものは抑えつけるぞとそういうものになりかねないということですねああわかりましたまあ随分その大きな問題をはらんでいるということですねまああの八木先生の言われるようにあのもっとそのじ,じっくりと あの精査していかないとダメだということですね。わかりました。ね、ええ、あの、本日は、あの、ありがとうございます。また、あの、い,いろんな、あ、話を教えていただきたいと思います。ありがとうございました。ね、ありがとうございます。はい